久保さん。ま、いろいろありましたね。ま、あでも僕はね、多分一生忘れないと思いますけど、あのー、ま、辞めるときに、ま、エクセル表で全部、会社に貸し付けてたお金を全部算出して、表に出して、紙に印刷して、ま、出したんですけど、一秒たりとも見られなかったっていうね <laughs>。一秒たりとも見られなかったっていう <laughs>。これ結構記憶、 残ってますね。こう、ピーみたいな <laughs>。まあでもね、僕は、あの、良かったですね。まあ振り返る、まあ良かったと言えるようにしただけなんですけど、今振り返ると、もし、あれで、じゃあ、あお金が戻ってきてたら、多分今の僕はな,ないと思うんですよね。起きた。じゃ注文。 アップルバンクプロジェクター届きましたついに久保さんついに届いたこれまたレビューしよう今日 <laughs> これね予約注文してたんですけど予約届きましたねでまあ,あまあまとめるとまあ過去っていろんなことあるしいろんな苦いなんだろうな失敗とかなんかいろいろいあると思いますだけどそれを 黒歴史を、黒歴史、黒歴史なのかうん、なんだろうな。ま、あそれを、なんか笑い話に変える。だから笑い話、あの、黒色を笑い話に変えるって感じですよね。黒を笑い話に変えるみたいな。うん。だから、久保さんも今はね、ま、あぶっちゃけむ、過去の散財って笑い話じゃないですか、もはや。ね、マトリックスもり笑い話だと思うし。だけど、 あのー、結局結果を出せなかった人たちっていうのは笑い話じゃなくてもう泣き寝入りみたいな <laughs> 泣き寝入りで終わりですよねうんだからまあ生きていく上でどれだけ笑い話にできるのかっていうのが大事だと思いますねただまあ僕が一つ学んだのはやっぱ人はやっぱ逆境からしか強くなれないってことですね うんまあ当たり前のことなんですけどね。まあ筋肉とかも筋トレするにしてもマッチョになりたい。じゃあ億万長者になりたい。じゃあ筋肉マッチョになりたい。まあプロセスは僕は一緒だと思うんですね。じゃあその、じゃ筋トレね。筋トレで <laughs>、マッチョになりたい。ね。めちゃめちゃすげえマッチョになりたいって言って筋肉破壊しない。筋肉に痛い思いをさせない。それでどうやってマッチョになるんですかって話で。これ無理じゃないですか。 きついトレーニングせずどうやってマッチョになるんですかこれ無理じゃないですかだからそれはもう億万長者がもうそうで、あ、もう本当につ苦しい思いとか逆境だったりとか、いろんなそういう経験が、なんだろうな、積むことによって、そして乗り越えることによって、まあ、成長していき、うーん、いろんなことを覚えて、で、いろんな、なんだ、ものを手に入れられるんじゃないかなと思います。 ただまあ、あのー、なんだろうな。まあ、全然前々回か分かんないですけどあ、痛みが大事だよって痛みの話もしてましたけど、まあ、そういうことですよ。だから笑い話に変えられるようにした方がいいですね。うん、まあ、大変ですけどね。めちゃめちゃ大変だけど、その先には笑いがあるってことですね。味の向こう側があるってことです。 黒の向こう側には笑いがあるっていうね、言ってらっしゃい。